今、東京を出て海老名です。移動中です。わわでかくて怖いです。左がスパイク。ヤバトンに来ています。味噌カツ飲んでみんなお肉食べてるんですけど、僕はあんまりお肉は食べないので野菜天ぷら、大根の味噌煮とご飯を単品で頼み、朝食味のある食事を楽しみます。ルルルルはこっちだ。こっちがシャーだ。
今日はなんか人がいないなっていう自分がって感じでした。ただなんか名古屋で物販が売れたっていう思いで、で名古屋でなんか地獄みたいなライブしかしてなくて嫌な思い出ばっかだったんですけど、今日はなんか楽しかったなって、まあ、それでも思えたんで、次は万全な状態で頑張りたいです。おっす、よかった。地球一。今日のライブは、いや怖い怖い、なんだ、異常空間 Z って感じで頑張った。やれることはやったんだよな。わかるか、言うのみたいな。発行できたんじゃないかな。あ、ただタックインしてんのにキャップかぶるってどうなんだろうってずっと思いながらライブしてた。そう、かぶってない。あ、かぶってないわ。無事名古屋編スイフトラック終了しました。盛り上がって人もいっぱい来てくれてよかったと思います。今ミセンに、まあ、打ち上げというか食べに行きたいなと思ったんですけど、まん延防止ふんたらくんたらっていうのがあって、もう終わっちゃってるらしいんですけど、テイクアウトやってるそうなんで買いに行きたいと思います。お前ら台湾ラーメン食べたいか。食べたこれ面白い休みストーリーがまたネハンネハンニルバーナしてるよ、どうしよう。こんなになるんだね。しかも、おはようございます。今は時間が9時で、ちょっと早いんですけど、今日の越谷が結構入りが早いんで、ライブが早いんで、これも越谷はマンボウだっけ、越谷もマンボウ、マンボウで時間が早いんで早めに出発します。さようなら。俺は名古屋にいます。脱落です、森島氏脱落。脱落。U ターンラッシュ的な感じで混んでましたが、なんとか着きました。ライブできそうです。今日は2時5位映ってるかな。どう、ちょっとインディーっぽい。こんな情勢ですが、今ツアーがちょっと僕らは今ツアー中なんですけど、安全に無理のない範囲ですけどやれていることをすごく大変喜ばしく思ってます。ありがとうございます。よし、じゃあどんどんやります。お願いします。Come on!
疲れ様でした。無事に車を届けて、これにて名古屋越谷 2days 終了。拙者お疲れ。少しだけ僕が怖いのは、どこにも行けない気がしていて、時折聞こえる笑い声や同じ話で困らせないで、越さないで。